全くご利益がないことを自覚している神社の特徴。全くご利益がないことを自覚している神社の特徴。スタートです。大体の神社はそうなんじゃないですか。まあ、心から信じないかどうかって言われるとね、神主さんがあんま深く言わないでいきましょう。さあ、これが終わったらシード戦になります。大原です。え、短期奥さん。御朱印かわいいですよ。あれか、まあ、今かわいいで押してる人いますけどね。ドラえもんさん。なんか、神主が再生箱なんか蹴って直してる。一応。地元の高校の甲子園出場の上りにも埋め尽くされてそれに置いていいですかって聞こうも聞こうだよ。短期記憶さん、うちの神基本留守なんですよ。ああ、神を信じないわけじゃなくてご利益がないことだけ自覚してる。平均からご利益ないなと思う。ご利益がないから神が留守なんだろうって解釈してちゃんと神道を信じてる人だった。30秒。はい、トラさん。ごめんつぶって、あの祈ってたら、この本殿の奥から、プレステの起動音が。9、8、7、6、5、4、3、2、1。トラさん、ない。じゃあ短期記憶さんで終わりになります。短期記憶さん、七五三安くしときます。書き入れ時なのに。一番書き入れ時なのに。はい、できましょう。では虎猫さんが良かった方拍手お願いします。勝者虎猫。ありがとうございました。